感染が判明したのは20人で、先週の同じ曜日より39人減っています。基礎疾患のあった40代の男性1人が亡くなっています。新たなクラスターの発表はありません。四国の感染者は愛媛が26人、香川が27人、 徳島が22人です。